皆様こんにちは。こんにちは。イベントクエスト禁欲の悪魔に疲れた修女、なんていうのこれ、醜い女、修女。まあタイトルがすごい。マダムゼニーに行きたいと思います。これマルチ限定です、はい、マルチじゃないと入れません。マスクマンみたいな顔してます、ね、すごい顔だな。取り憑かれてる金にな、うん、これあの銭形の神化素材になってますね。じゃあこれでいきましょう。スタート。マインスイーパー。マインスイーパー地雷、うん、ちなみにあの私徳川です、うん、マインスイーパー。マインスイーパー使います。ボレーが可愛い。めっちゃ速いやつ。速いです、うん、でもう一体は関係ないんですがこっちから行こう。関係ないんですが、先日神化が発表されました、ハーレックスを。羨ましい。ハーレックスの神化めっちゃ強い。強いよね。おお、いいねいいねいいね。ドクロか、うん、ハーレックス早く神化したいな。バフムト欲しいな。羨ましい。素材を。だからこの姿のハーレックスを見るのは皆さんも最後かもしれませんよ。確かに。ハーレックス、うん、お世話になったな何度もねドラマを作りましたよね。ハーレックスはドラマチックだったな。これからまた新たなドラマができるかもしれない。ドラマチックハーレー。この最後っぺみたいな感じのホーミングで死んだらどうするんですかね結局削られたとしてもまたステージ回復でいきますよね。よっしゃ出たよマダムゼニー。あ、取り憑かれてんね。そうですね。お金めっちゃキャーイ。190万。90万。ああ、久しぶりに遊んであげるとかしたいな。遊んであげるってなかなか言わなくない最近のモンスター、うん、そうですね。遊んであげるストライクショット。セリフも変わるんでしょうね、またね。変わるだろうね、うん、だこれだけの有名キャラですからね、うん、うわっ、デブった。これはひどい。限りなく立て替えして、おら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 、おお！私の身に触るんじゃないよ。家康、強い。スピードが速いんですよ、家康。あの貫通の中でもほぼ最速クラスですよね。うん、貫通の中でレベル99で400ぐらい。まあ、私まだその進化を全然生かせてないんですけどね。家康のね活躍するシーンなかなか作れてないんですけど、あのつくよみとかですよね。あの、うん、バトルワンとか の全員を一撃で倒さないとっていう。家康もまたゲイボルグ的な。てかマダム弱くない？マダム柔らかいな。マダムお札持ってるし、お札に命じてるし、すごい。あれまたやっちゃうよ。でもやんなくていいや。撫でる感じでちょっとゲーボルグしませんでした。闇ですからね。しかもね、何これ。私の胸に物に、私のもんにさ、私のもんに物欲がやばいんですよ。やばいな、うん、マダムゼニーお金だけじゃないな、うん、おお、狙いました。なんか適当にもう打ちましたもう勝負ついてるから。やばい、ストライクショットたまんねえな。これだと当たるよな、絶対当たるよな。当たってもまあでも、こっちの地雷マシンといった。あ、いった。まあいったからなんだっていうダメージでした。マダムゼニーの着てるシャツやばいな。ハートが、ハートが横に向いて、ハートが
貯めなくていいです。貯めなくていい。無用でございます。情け無用でございます。むしろ、うわ。どうすればこれうまく一撃で始末できるかな。下からダメか、全然ダメだ。ああいうシーンでうまいことをとどめさせたいな。バーサ的に難しいかな。行っちゃえ。あ、そっちに。あ、お。全員くれた。やば。覚悟は良くて。ストライクショット。あれ、全然ダメだ。やば。一応取っとこう。いきなりリスケージを。やべ。大丈夫です。気が抜けても。問題のないステージでございます。あ、溜まった。これの SS はおお、ギブレットみたいな感じですな。天下分け目の大一番、ストライクショット。最後まさか家康のストライクショット見れるとは思いませんでしたね。そうです。そしてスピクリも逃しました。情けない情けない。ダメダメダメちゃった。まあマダム全員ですから落ちてよかった。よかった、素晴らしい。ボール、あ、そっか、まだ太ってないか。太った後のボールですごい気になりましたけどね。ちょっと進化すぐできないから見れませんけど、ちょっとマダム全員も見ましょうか、はい、こちらマダムゼニーでございます。パンチワーク。ヒットした敵の残り HP の 15% ダメージ。おお。20%。おお。あの方の地位を揺るがす。あの方とは。あれ？ジョン万次郎って同じような感じじゃなかったですか？ジョン。あ、外国スクラッチ。もう結構私の中でネタキャラすぎて、すごい大切に育てたにもかかわらず忘れていたよ。ダブルアビリティですよ。ポケツキラーやるサムライキラー、白爆発。開国スクラッチってでも確か距離すっげー短かったよね、うん、マダムデニーもじゃないですか、もしかして太ってますからね。あ、ぜひとも皆さんマダムデニー試してみてください。私たちが試すことは多分ないんじゃないかなと思います。ジョンの地位を揺らがすマダムゼニー。はい、じゃあ本日は以上でございます。ありがとうございました。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックスムライブでは様々な生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。